イルミネーションがあって綺麗になりました。もっとそうですね、はい、向こうの方とかすごい綺麗でしたよね。そうでしたね、すぐクリスマスだから。そうですね、クリスマスですね、もうね、はい、クリスマスこの感じですね。クリスマスの感じ、だ今日の衣装の感じとてもクリスマスっぽいですよね。雰囲気がいいですよ、サンタ、サンタ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 サラリーマン、サンタサラリーマン、あ、そうか、ジャケット着てるからね、サタラリーマンね。休みください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。休みください。この場所で、はい、また次のアルバムは休み、お休みください。はい、また内容で、はい、そうですね、見ようかと。あの、福祖さんがね、作りましたね。はい、それが夏のマジックだったよね。はい、いやいやいや、夏のマジックの終わりの時。うん、あ、本当、はいはい、じゃあ、寝る日が、いやいや、次の日本のアルバム。あ、そまだまだ、次どういうのがいいです、どういう曲がいいですかっていうね、はいはい、質問がありましたけどね。絶対作ります。あ、それは作らないでくださいね。休みが欲しいは作らないでくださいね。はい、ありがとうございました。はい、そして名古屋、一昨日か、はい、一昨日です。大阪も行ったし、名古屋も行ったし、はい、どうでしたか、大阪、名古屋は。大阪は本当に、うん、暑かったです。暑かった、はい、そうか、天気も良かったしね。はい、カーブは今3度、2度ですけど、寒い、そう、本当に。でも、大阪は20度、そうだね、21度、はい、ぐらいはありましたね。はい、はい、はい、はい。名古屋はどうでしたか。名古屋も、はい、名古屋のなんか新幹線の中で、うん、はい、お弁当を食べました。おうおうおう、はい、名古屋で、はい、名古屋のお弁当、はい、あ、そうなんだ、はい、唐揚げと、うん、ソースがとても美味しかった。なるほどね、天むすも食べたし、あ、名古屋のね、はい、手羽先も美味しかった。そっか、はい、僕は手羽先食べました。手羽先食べました、はい、はい、はい、僕は MC 行かなかったんですけど、名古屋は誰が。あ、詐欺のさんがやりました。お、あ、MC 先輩、MC さん、あ、おはようございます。おはようございます。サイルさん、MC どうでしたか、皆さん。めっちゃ上手かった。めっちゃ上手でした。はい、まあ、上手です。いえいえ、言いますよ。東島プロの気をつけてね。気をつけてください。気をつけてください。わかりました。気をつけます。はい、わかりました。さあ、じゃあ東京久しぶりということで、はい、はい、まずはですね、じゃあアルバムの紹介いきましょう。はい、今回のアルバムは、You in my eyes you。です、はいはい、韓国と日本でたくさん愛された曲を集めて一つのアルバムに作りました。はい、わかりました。はい、こちらですね、その写真もそうです、はい、東京の方をね、初めて見るような、初めて見る方もね、いますよね、はい、どうですか、この写真。この写真は今、サギルは、うん、靴がスリーパーです。そうなんだよね、スリーパーです。言わなくていいですけどね、はい、そして今、うん、スヨンは、うん、ボックスの上に、うん、全然同じぐらいの石の上に、石の上にこうやって、いえいえ、こうやって、違うよ、違うですね、やめた。大丈夫今も同じですよね。同じですね、うん、同じ。あ、うざさが怪しいね。うざさ、足ちょっと、あ、ちょっと痛くて、大丈夫ね。そっかそっか、はい、でも、かっこいい、爽やかなね、かっこいいですね、写真ですね。テオさんがどうしました。はい、ちょっと、おい、やっぱ、やっぱ、やっぱ、すいません、あ、ちょっと手突っ込んでる。さ、セミも、あれ、ほんと、ザキさんも言わないけど、僕はもっと、あー、ヤッキーだ、お前、手両方、ヤッキーたちじゃん、ヒロさんも、うん、でもあの左の手は大丈夫ですけど、うん、はいはい、右の手はちょっと悪いですね。なんで？なんで？僕が決めた。ごめんなさい。セミさんルールね。セミのルール。はい、でもどうでした？爽やかな、はい、そうですね。白いシャツ。はい、ぜひね、アルバムも、注目してみてください。はい、はい、さあ、そして、大事なお知らせもありますね。はい。はい、僕たち、鶴田の12月にコンサートが決まりました。イエイ、おめでとう。イエイ、はい、いつ、どこに
日ですか。12月15日、うん、15日大阪で、はい、23日は東京で、はい、やりますからね、はい、たくさん期待してください。はい、場所はサユルさんが、お、さすが、さすが MC。 あそうですか。さすが MC サユル。大阪では、うん、IP ホールで、はい、IP ホール、IP ホール、はい、します。そして東京には、うん、神田明神ホール。神田明神ホールです。 OK、 さすが、OK、遊びに来てくださいね。はい、来てくださいね。はい、まあ、今台本はないから、うん、はい、いや、でも完璧ですよ。完璧でした、はい、完璧でしたよね、皆さんね。MC さん、気をつけてください。はい、わかりました。気をつけます。一生懸命頑張ります。今、研究さんは全然気にしないよ。そうですね。そんなじゃない。そんなじゃない。もうライバル、ライバルだから、ライバル。MC ライバル。そんなじゃない。そんなじゃない。大丈夫。いない。では、もう集合写真撮りましょう。もう MC。早い早い。早い。やることいっぱいあるからね。私が。違う。急転。さすが MC ですね。怖いですね。仕切りますね。はい、さあ皆さん、昨日はお休みでしたよね。はい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 。昨日は何をしましたか。中東ホテルで。ホテルで。宿舎で。宿舎で。そうかそうか。休み。お休みは東京。東京で。東京で。なるほどね。休みだからね。はい。名古屋終わってすぐ東京に新幹線で。なるほど。東京で1日休みが。はい。他の皆さんは。僕は、うん、渋谷に、うん、今、韓国に、日本に留学しに来た、弟があって、で、その弟を会いに来ました。おお、はい、優しい。会って何をしたんですか。会って、うん、そこ行きました。そこ、はい、どこ。秘密の部屋。ドンキのやめなさい。ドンキの4階で。なんでそんなに4階で。なんで知ってるの。やめなさい。はい。4階では携帯のケースが。本当。ペンがiPhone とか Apple 好きだね。そうね。弟と一緒に。ドンキの辞書。ドンキの辞書。ドンキに行ったのね。僕はドンキに行ったことない。行ったことない。行ってなかった。行ってなかった。行ってなかったです。その弟と、鳥居の貴族がたくさんあるそこに行きました。あ、そう、知らないな。知らないな。どこだ、どこだ、それ。知らないな。鳥がいっぱいある。鳥がいっぱいある場所に行きました。実は1と9に行きたかったんですけど、昨日は火曜日ですから、はい、カップルデイで、行かなかったです。1と9知らないな。1と9は、わからない。話題ですから、すいません。そうか、そうか。はい、はい、ですね。さあ、他の皆さんは。僕とサギヌさんは、一緒にデートしました。デート？ああ。どこに？朝早く起きて、めちゃ早く起きました。12時半に起きて、そんな早くないね。早いです。まあまあ、早いです。だからしたら早いの。起きて、なんか、サイムさんが、すみ、一緒にゲームしようって言って、はい、シーノコブの、シーノコブの、韓国のピシ番号に行きました。でも、すぐ疲れて、すぐ疲れて、ご飯を食べに行きました。あ、なるほどね。いきなりステーキ食べました。いいね、いきなりステーキね。その後に、鳥の貴族がたくさんある場所で会いました。そうですね。鳥の貴族？はい、鳥の貴族です。知らないな。夢ですか？僕しか知らない場所で、いつか機会があったら、行きましょう、行きましょう。誰も知らない。何を見せてますか。
あそこには焼き鳥とか、おー、すごい。